次は、ある特別な場所に案内してあげましょう。考え？それほどのものでもないわ。儀式的な感じかしら。ほら、第七次崩壊の後のことをメイも知ってるでしょ？第八律者から第十一律者まで、私たちは得たり失ったりしながら前に進み続けた。どれも大事な思い出だけど、一つずつ細かく語るには少し煩雑だわ。だから、直接クライマックスに入っていいと思うの。あの扉をくぐったらわかるはずよ。私たちが初めて出会った場所よ。だって、これからの物語は、ここと関係があるんだもの。ここは私たちの始まり。あ、今のは、私とメイじゃなくて。そうよ。そしてここで、私は意気揚々と、世界にこの名前を発表したの。もう少し装飾品を多くした方がいいかしら。普通の集まりに見えちゃいそうね。今日は真剣な話をする日なのに。そうだ、こうしましょう。ああ、いい感じね。家のような雰囲気だわ。みんなが気に入ってくれるといいんだけど。次は他の場所も見てみようかしら。わあ、空中に浮いてるなんて綺麗ね。やっぱりビルビーに内装をお願いして正解だったわ。もう、ここを使ってた人って本当に風情がないわね。ちゃんと飾り付けをしてよかった。今の方がずっと可愛らしいわ。ふっ。は？印刷した書類はここに置いて。エリシア、注文したものができたよ。ありがとう、ビルビー。あら、今はコックのビルビーと呼んだ方がいいかしら。好きに呼んで、構わない。13人分のお菓子とお茶は、テーブルに置いておくよ。ああ、ビルビーったら本当に最高のコックさんね。きっとみんなも、あなたのお菓子で楽しくなると思うわ。そうだといいけど。来てくれた人の数、予想より少ないわね。さくらは欠席するって連絡してくれたけど、他の人たちはどこにいるの？千号は行方不明で見つからない。でもメビウスは実験室にこもっている。呼びに行った時に門前払いされたから少し悲しいけどね。コズマは少し前にビルビーに調整を頼んでた。最近は不安定でみんなに迷惑をかけたくないと言ってたから、おそらくスーに治療してもらってる。グレイシュは出かけたくないようでした。万が一のためにフェリスは彼女のそばにいると。あら、みんな忙しいのね。つまり、しばらくここに来る人もいないってことよね。じゃあ、始めましょう。今日の議題について、みんなも知ってると思うけど。今まで、
私たちはヒオウガの大事な宝物だった。みんなの努力と優秀さのおかげで私たちを認める人はどんどん増えてる。だからそろそろみんなのために新しいポジションを手に入れる時が来たと思うの。ヒオウ13英傑。この名前をみんなは気に入ってくれるかしら。私が30分もかけてやっと思いついた名前よ。さて、順位を設けた理由はきっとみんなもわかってると思うわ。じゃあ私が第一位だってことに対して何か言いたいことはない？ないの？あら、恥ずかしいわ。じゃあ続けるわね。以上が順位と刻印のすべての内容よ。規則に縛られるのが好きじゃないってことはわかるけど、基本は守ってほしいわ。みんな仲良くっていう基本を。そうだ、英傑の象徴としてみんなにプレゼントを用意したのよ。可愛らしい人形だね。私をモデルにしたからね。私と同じように聡明で優れた美貌を持ってるわ。全部で13体もいるのよ。これでどの英傑のそばにも完璧なエリシアがいる。そうでしょ？ねえ、アポニア。確かに喜ばしいことだと思う。喜んで受け取っておくよ。ありがとう。どういたしまして。エデンは昨晩あげたわよね。じゃあ他のみんなは？あら、みんな恥ずかしがり屋さんなのね。まあいいわ、気が変わったらいつでも来ていいのよ。さて、次はヒオウ英傑のエリシア。あら、ケビン、何か発表でもあるの？みんなちゃんと聞いてね。もう十分だろ。僕たち本当は知っているんだ。君が提出した書類が許可されていなかったこと。上層部はそういった団体の存在を許さない。それが何だっていうの？いや、それは木を追う側は13英傑の存在を認めていない。はあ、やっぱりこんなにストレートに事実を見せると少し悲しくなるわね。それにあの時の会話をもう一度聞くと、さすがの私でも挫折感を覚えるわ。その価値に問題があったのかもしれないわ。だって英傑はある意味一種の特権でしょ。そういったものが組織の中にあると様々な問題が浮上してくるのよ。ヒオウガはそういう特権を望んでいなかった。そういえばメイもなんとなく想像できるでしょ。確かにメビウスの道徳観は普通の人と少し違うわよね。というより道徳感がないって言った方が合ってるかしら。恨まれることは避けられないわ。アポニアは常に彼女の考える善を実行しようとしてた。ただ彼女が何をしても結果は悪に導かれてしまうの。多分それが運命のいたずらなのかもしれないわね。ええ、千号の性格を知ってるでしょ。否決されても意外じゃないわ。ほら、上層部の捏造とも言えないでしょ。彼らには彼らの考えがある。そしてそれは合理的で正しかった。当時メイはすでに実質的なリーダーになってたけど、独断で決めるわけにもいかないから仕方なく
書類を却下したの。ただ却下に使われた言葉はあまりにも私をがっかりさせるものだった。半数以上のメンバーを英雄として認めないなんて、嫌な思いをして当たり前でしょ。別にヒオウガとやり合うつもりはなかったのよ。最初から特権なんかよりみんなのためにポジションを手に入れたかったの。その点においては大丈夫だったけどね。ほら、許可がなくても私たちを認め感謝し、英傑たちの物語を歌い紡ごうとする後世の人はたくさんいるでしょ。けど私はメイの考えを聞きたいわ。今の反応からして、少なくともメイは戦後たちに対しても英傑という名誉を否定しようとは思っていない。そうでしょ？どうして？平気よ。ずっとここに立ってるのも退屈だし、もう少し歩いて最初にあった出来事、もうメイはずっとここにいて、いろんな場所を知ったでしょ？もう一度全ての始まりに戻ったら、別の感情が湧いてくるはずよ。そう。その後、メイは求めてた答えを手にして、ここを出る。そう考えると、少し寂しいわね。どれほど時間が経ったとしても、やっぱりお別れになれることはできないみたい。だから、今回は近道をしないで、メイが今まで歩いてきた足跡に沿って、もう一度歩いてみましょう。そう。メイへの鼻向けだと思って。覚えてる？私たちが初めて会ったのはここだったわ。あの時のメイは、初めて楽園に来て、どうすればいいかわからず、驚いてるウサギみたいだった。そんな時、花のように美しい少女が彼女の目の前に現れて手を差し伸べたの。だってメイの角は2本もあるもの、ウサギさんみたいでしょ。そんな少女に導かれ、メイは旅を始めた。じゃあここで出会った人たちもメイは見慣れてるのよね。ケビン、フア、サクラ、みんなメイの知り合いでしょ。ずるいわね。私もメイとの共通の話題が欲しかったわ。サクラは冷たそうに見えるけど、本当はすごくいい人なの。そしてここでメイは一人の情熱的な英傑と知り合いになったのよね。少なくとも熱があるのは本当でしょ。戦後はすぐに照れるし、しょっちゅう他人と言い争っているのよね。たまに困っちゃうわ。でも彼の消えることのない怒りの炎は、メイも理解できるようになったのね。知らないうちにメイも彼と熱い友情を築くことができたのね。私もよ。黄昏は美しいし、木の葉も綺麗。あの哲学的で様々なことを知り尽くした各社にふさわしいわ。そう思わない？私も、彼がどうやってその特技を身につけたのか気になってる。メイが出会った英傑の中で、スーは一番あなたを助けようとしてくれた相手だったでしょ。医者の心はどこにいても変わらないのよね。
ねえ、今私のことをちらっと見た？見て、木の下にピアノがあるの。私の大親友エデン。この古の楽園はもともと彼女の資産だったのよ。だって芸術に関する生まれつきの才能もそのおかげで手にした名声や富もエデンの一部なんだもの。メビウスの好みだって一目見ればわかるけど、私のセンスとはあまり合わないわ。そんなことはないはずよ。私はずっとメビウスのことが大好きだもの。特に彼女をからかう時とか。かわいそうなメビウス。勇敢なメイに陰謀を止められただけじゃなくて、現実の自分にも裏切られたなんて、聞いただけで泣けてくるわ。だって、誰かに彼女を慰めてほしかったの。わあ、店ね。ここに来るたびに、メイはほっとしてるのよね。その点においてフェリスは確かに凄腕と言えるわね。正確に言うと、物をなくしたことに気づいてないのよ。フェリスのお宝の多くは他人に捨てられた不要品。それらのものが彼女に拾われて大切に店に置かれる方がむしろいいことなのかもしれないわ。普通の日常を大切にすること。フェリスがいるからこそ、私たちはそういう気持ちを失わずに済むのよ。この絵の中で、メイはあの無口だけど、いろんなことを考える少年と出会ったのよね。コズマは口下手だけど、私たちの中で一番優しい人かもしれないわ。彼に協力を求めた時、一度も断られなかったもの。彼はもともと優しい子だから、メイとは仲良くなれるかもしれないわよ。二人とも角を持ってるし、食感も似てるしね。それから、この絵の持ち主。無邪気で純真無垢。まるで白紙のような小さな画家。必要な知識しか教えてないわよ。灰色のグレーシュ。彼女の存在自体が多くの人々に希望を灯した。そして彼女の絵の端にあるのは最後のエリアよ。指針の書へとつながってる。ほら、旅の終点に着いたわ。ここに入るためにいろいろと頑張っていたメイに協力したのは、目立ちたがり屋で観客が大好きな魔術師。メイにはっきりと覚えられるなんて、ちょっと彼女が羨ましいわ。思考分割の能力。私も自分自身を二人にできたら完璧さも二倍になるんじゃないかしら。あ、今想像したでしょう。そうよね。このエリア、確かに彼女らしいわね。明るくて神聖で、癒しの光を放ってて。メイが出会った最後の英傑。その正体も最も特殊だった。運命を予見しながらも、
運命に禁錮されているアポニア。だからこの古の楽園最大の秘密を隠せるのは彼女だけなのよ。ええ、本当に遠くまで来たわね。思い出すべきことはまだたくさんあるのに。もう終点に着いちゃったみたいね。ねえメイ、見て、あの扉はそこにある。そういえば、来訪者の中でも、メイはかなり特殊な存在なのよね。英傑全員と友達になる律者がいるなんて、誰も想像できないでしょうね。それで、メイの答えは？多分それが終わる世界が人々に与えた最も貴重な贈り物なのかもしれないわね。ええ、メイの言う通りね。古の楽園が記録しているのはそんな簡単な物語よ。英傑たちも所詮複雑な心を持ち欠点がある普通の人。私情があるし包み込むような愛情を持ってるわけでもない。しかも感動や思いつきで衝動的にすごく偉いこともするの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただあの時代でそこに現れたのが彼らというだけだった。だからこそ他の人に変わったとしてもきっと変わらない選択をすると思うわ。それが美しいとこしえ、私が信じる真価なの。あなたは全ての物語を見ることはできない。その片隅を全部理解することすら難しいの。13人の命の全てはそれほど複雑で美しいものだから。それ次第で終点に着いた時にあなたが得るものが決まるのよ。目的って言われるとちょっと大げさかしら。前にも言ったけど、古の楽園にはちゃんと現実的な意味があるのよ。ベビーけどメイの言ったことは確かに私の小さな願いでもあったわ。最初から変わらない私の譲れないことなの。きっと今のメイなら落ち着いて私の結末に向き合えるわね。そうね、多分私は本当に大きな嘘をついたのかもしれない。私の人生の中で唯一の嘘を。だって私も怖かったのよ。もし私が第13律者だって知ったら、メイはもう笑って挨拶をしてくれなくなるかもしれないでしょ。私を疑うかしら、
私から離れていくかしら。私、がっかりさせちゃった？満足よ。はいはい、もうからかわないわ。レイは答えを手にしたらすぐにここを出るんでしょ。だからメイとの思い出を残したかったのよ。でもちょっと変ね。準備はとっくにできてるのにどうしてメイムに包まれたままなの？ええ、メイの知りたかったあのパーティーに関するすべてはあそこにあるのよ。あの時具体的に何があったのか、私、忘れたの？私はただの記憶体。何がしたいのかはわかるけど、実際に何があったかは知らないのよ。私、ちゃんとできたのかしら？みんながどう思ったのかも気になるし、でも、彼らの反応から察するに、結果はいいものだったんでしょうね。でなければ、イニシエの楽園にはエリシアがいないはずよ。まだ少し残念なことがあるのよね。十三英傑は一つのチームだって、ずっとそう言ってきたけど、よく考えたら、私たちは一度も13人で肩を並べて戦ったことがないのよね。もし、メイが悪役を演じて、この小さな願いを叶えてくれるなら、私、きっとすごく嬉しいわ。あ？メイのケチ。ところでメイ、もう一つ聞きたいことがあるのよ。私たちのような記憶体、生前の記憶をデータで再現したいわば仮想的な存在はあなたの目にはどういう風に映ってるの？早々に犠牲になった殉道者も、未来まで生き残った先行者も、彼らは私たちとは何の関係もないリアルな存在でしょ？ここに残っている私たちはただの過去、昔に残った影のようなもの。私たちはここにいてもあなたがいる現実に触れられないし、共に未来に向かうこともできない。あなたがここを出て普通の現実の世界に戻ったら、ここにあったことはただの物語、フィクションだって実感するでしょう。しばらくしたら、あなたはここのことを忘れて、この話を忘れて、私たちの存在を忘れてしまうかもしれない。あなたは私よりいい人に出会うし、すでに出会っているのかもしれない。あなた、そうしたら、私たちの感情、思考、意志、そして行為に、本当に意味はあるのかしら。あなたにとって、その他の人たちにとって、私たちにはどういった意味があるの？
ごめんね。またメイを困らせちゃって。私のもう一つのわがままだと思っていいから。大丈夫よ。考える時間はまだたくさんある。たとえ答えがわからないだったとしても、メイの心からの答えなら、私は受け入れられるわよ。あなたに出会えて本当にラッキーだったわ。あなたは私にずっと欲しいと思いながらも手の届かない贈り物をくれたの。あら、日が暮れてきたわね。結局あのメイムが何なのかわからなかったわ。こうなると夜が明けるのを待つしかなさそうね。明日の朝、またここで会いましょう。ね。道は私が何とかする。一緒にメイムに包まれたあの島に行って、最後のパーティーがあった場所で、第13律者の誕生、そして、その終わりを。